中国で巨大な砂嵐が発生。当局は外出しないよう呼びかけました。中国北部内モンゴル自治区です。直線道路を走る車のフロントガラスからは数十メートル先もよく見えない様子です。20日午後、北に隣接するモンゴルからの強風に巻き上げられた砂嵐が街を直撃しました。 地元気象局は急遽警報を発表し、市民に外出を避けるよう呼びかけました。さらに、外出する場合も自転車には乗らず、車の場合は地下駐車場などに避難するよう指示しました。この砂嵐は1時間近く続いたということです。